コンプリートしていきたいと思いますけど、1535ならすぐに1700ぐらい取れるんだろうなっていうのと、あとダッシュでやってるでしょ、ダッシュでやるんです、こうやってね、ダッシュでやることがこのゲームが一番いいんじゃないかなって思っちゃって、このゲームはダッシュが結局一番強いんじゃないかなと思って、モテ動画を作りたいですよね。モテたい。昔大爆っ子をやってた時は難しいステージは喋りながらはできなかったんで、ここはまだ簡単なステージになるやろうなと思いますね。喋りながらできてるで今。でこれを早くやって大爆っ子に戻したい。指を大爆っ子にしないとクリアできないと思う。戻さないと両立できんと思うの、このゲームは。あゆかさん以外、あゆかさん急に出してくる。超ナス声出しも必要だよね。おお飛んだ、間違ったね順番、ごめん。あのストップ、右のやつ邪魔やとか言ってたけど、あれストッパーになる時もあるやんな。やべ、視力が本当に悪くて、本当に見えてないんですか OM さんってカマンベルさんから言われたけど、本当に見えてなくて、手なんや、手なんやっていうのもあるし、今のも何がなんやろ、見えてない、これも色だけで判別しん、形と。じゃあメガネつけろって言うんだけど、メガネつけると頭痛くなるやん。じゃあコンタクトつけろって言うんだけど、コンタクトさ合わんねん。テーブルモードでやれって言うんけど、テーブルモードでやると録画できないんよ。よう喋ったな、ちょっと待って、よう喋りすぎた。今どういう状況やったっけ。肉、肉、 OK、 いけるんじゃない。いい、運がいい、すごく運がいい出方をしている。こう、あ、ストッパーならんかったな。こうこうって言ったのに、ストッパーなる、あっちに置くと入っちゃう可能性があったからさ、ストッパーをつけたかったのよ。完璧やんね今の倒し方。あれ全然余裕やん、今のは間違えて入ってても余裕やったやん。最後はお肉なんよね、オッケー。いけるか、2900、あ、90いってる、ありがとうございました。オーバークックより短いよね、録画時間が。いつもオーバークックって5分ぐらいやったんて。だからコースの時間も短いから集中力が持つかもしれん。そしてこれクリア、一人でクリアするときって大体ウエイターなんや、かもしれん。ありがとうございました。モテたい。